こんにちは、吉谷さん、そして動画をご覧の皆様。もともと赤字麻雀店を勤務していた40代の、男性がですね、3年間にして1億円以上の利益を上げてですね、さらにそこから先もどんどん稼ぎ続けていると、時にはね、1ヶ月で1億円以上の売り上げをたった1人で作ったというね、そんなストーリーがあることをご存知の方もいるかもしれませんけども、当然ですけども、そんなことは嘘だと。そんなのはちょっと言い過ぎじゃないかと。なんか持ってんじゃないかと。いうふうに疑う方もいるのも事実です。これはまあどちらでもいいことなんですよ。これを元に私は自分の熟成さんを増やそうとかね、自分の信頼度を高めようと思ってるわけじゃないんですよ。そもそも何かの発信をすれば、信じる人と疑う人っていうのは両方生まれるんで、自分の信頼度を高めようと思う法則ってのはないんですよね。ですんで、どっちでも OK と。で、私はあんまりね、その自分がこうしたああしたっていうのよりも、私ももともとはどうしようもない人間だったんですよってことを言うことはあります。失敗をたくさん示してきましたよって具体例を挙げることはあります。どちらかというと、これをやったらうまくいくみたいな、ね、成功法則ってのはないと思うんですよ。たまたま私の人生で、たまたまうまくいったことがあって、その原因は後付けでこうなんじゃないかっていうふうに分析してるだけでね、大したことはできないと思います。で、その中でね、また新しいね、信じる信じないっていう論争があるのは、私ね、47都道府県オフ会っていうのを1年半かけてやってきまして、その時にね、ガイガーカウンターっていう放射線測定器を購入して、それも動画で公開してますけども、いろんな場所のね、線量を測ってきてるんですよ。で、ある特定の地区を中心とした地域には、非常に高い線量が確認されてるんですよね。それはもうどこの地域だよって私は言いません。あんま言ったこともあったんですけども、言うのは適当じゃないなと思ったんですよ。この日本のどこかの土地は、致命的に線量が高くて、そこで日々暮らしてらっしゃる方もいたり、そこで食品の、収集が行われていたり、流通が発生したりとかして、大丈夫なのかなと思ってるところはありますけども、そんなのはね、嘘だ、デマだ、風評だっていう方も事実なんですよ。ですんで私はね、自分で見てきた現実や自分が考えている真実ってものは私に対して当てはめますけども、私以外の人にそれを押し付けるつもりはありませんし、別の方が別の意見を持っていても当然だと思うんで、それに対して議論を吹っかけたり否定するつもりはありません。私の狭い見識でですね、やってきたことを、まさにね、他の人が当てはまるわけがないというふうなことも考えてるんですよ。で、線量で言うとですね、放射線量で言うとこういった本が出てましてね、これは市民が自分のお金でデータを収集してこうでしたよっていうふうな事実を並べてるものらしいんですよ。でもこれも嘘かもしれませんよね。だからね、どんな情報があったところでそれを信じる人信じない人っていうのは本当に個人の判断になってきます。ですんでね、もうそれは仕方がないかなと。あなたもこう思えみたいなことはね、誰にも言えないと思いますんで、むしろそういうふうに押し切る人の方がちょっとね、信用できないかなと思っちゃいます。ただですね、意見を求められたら私もお話しします。意見を求められてないのに言うこともありませんし、ある人がね、自分と全く違う考えを持ってるからといって、あなたの考えはおかしい、デマだっていうつもりもありません。100人いたら100通りの見え方と解釈がありますんで、それはもう仕方がないかなと思うんですよね。で、今回ね、なんでこういう話をしているかということですけども、吉谷さんがね、アクセストレードからこんな企業案件が来たよみたいなお話をされていて、中にはね、そんな少ない再生数で来るわけないじゃんとかね、またまた自分の成功例を助長したいから、演出したいからって言ってんじゃないのみたいな方もいるかもしれないですよ。でもそれがいるのも仕方がないですよね。私もそうですけども、私の発信によって、お前は詐欺師だっていう人を生んでいるのか、私の発信によってすごい気づきがたくさんあってためになりますっていう人がいるのか、それはもう分かれるわけですよ。そもそもですね、ある特定の人が全人類を納得させること、これイエスでもモーセでも難しかったわけですよ。そう考えたらですね、私たち凡人が全てに道理を通すことっていうのはもともとね、高望みしすぎと、自己評価高すぎということなんで、発言の9割は弾かれるんだというふうなね、前提で YouTube 発信するなり、アフィリエイトと取り組むなり、一生懸命何かの道をね、進むなりすればいいと思うんですよ。で、まさにね、それと似たような今回気づきが2つありました。1つはですね、少年革命家ユタボンちゃんっていう沖縄のね、なんか YouTuber がいるんですけども、彼はね、学校はもうロボット
生徒がいっぱいいるみたいで気持ち悪いみたいなことを言って不登校になっちゃったんですよ。でそれを YouTube で発信していって、不登校の俺はなんか先駆者になるんだ、革命児になるんだみたいなね、みんなを励ますためのね発信をしたと思うんですけども、今は学校に行ってるみたいですね。やっぱりあの一過性の人気であって、今はちょっとそんなに人気がないんですかね。わかりませんけどね。ただやっぱりね、このイタボンちゃんが言ったことやったことっていうのは、私は基本的に圧倒的な高い評価をしてるんですよ。なぜなら自分でそこまでできなかったんですね。自分がじゃあ同じ年頃の頃あそこまで思い切って自分のこと言えたかなとかね、不登校一日でもできたかなって考えたら、私はビビっていて、大多数の人がやってることをロボットのようにただ粛々とこなしてきたようなね少年時代だったんで、まさにねユタボンちゃんはすごいなというところしかありません。批判する要素の一つもありません。確かにその通りと、もう認めることしかないですね。これが一つです。でもう一つは、あの私がね最近ナイト2000買って動画を上げてるんですけども、いただくメッセージの中に、あのいきなりねそんなあの高い車買って維持大丈夫なんですかとか言ってくださる方いるんですよ。私は私なりに維持費のことも考えて動画でも言ってますけども、あの車を買うってことはもう1台分買う資金がないと、裏に資金がないと保険も払えないし修理代も払えないし、それは吉谷さんも R34 とかをね車検に出したら150万かかったみたいなこと、私はねあのアメ車で言ったら、ね、山ほど聞いてるんですよ。特に私の町にはメンテナンスするところありませんから、何かね車検一つにしても大阪とか埼玉に持っていかなくちゃいけないんですよね。陸送しないといけないんですよ。陸送費もあの高級車をこう囲うね1台専用の陸送車で行きます。だから5台とか10台とか積むような陸送車じゃないですよ。だからね1回陸送かけるのに十数万かかるんですよ。だからそれもきちんと覚悟して維持費も自分なりにこのぐらいかなと。保険もねあの3万円以下ってことはないですからね、結構高いですよ。もう1台のローン払うような保険ですよ。そう考えるとかなり慎重に資金繰りっていうのも計算したんですよね。勢いで買ったわけじゃないんですよ。まあでもねやっぱり私の目から見たら相当慎重にやってるつもりであっても、旗から見たら勢いで買ったみたいにね思われちゃうのかなと思うんですよね。それはだからね、もう見る視点が違うし考えてることが違うんで判断が違って当たり前なんですよ。ですから私は特にね、そういう発言に対していやいやこうなんだよって求められてもないのに説明するつもりはありません。私が答えるのは、確かに資金的にきつくなって明日手放すことがあるかもしれません。それでもたった一日でも憧れを叶えられたことに私はもうね後悔はありませんというような答えなんですよ。もともと永遠に続くものなんてないですからね。私たちの命ですら100年も続かないわけですよ。そう考えたら全ての憧れを実現したところでほんのうたくたなんですよね。永遠に続くって思うから固執が始まったりとかね、こだわりが強くなったりとか人生のバランスを壊してしまいます。私は手に入れたものはそのまんま手から離れていくってことを手に入れたその瞬間から覚悟してるんですよ。まあそういったところも多くの方とちょっと違うかなと思うんですよね。麻雀店を経営してみたりとか会社をいくつもやってみたりしましたけども、社員の方もいましたけども、今は何もありません。全部手放しました。それはねある意味惜しかったんですけども、でもねやっぱり別の人生を始めていこうというふうに切り替えればいいのかなと思います。現在私は隠居という形で社会、都市部に暮らしを持ってません。飲み会もないですし、なんか勉強会もありませんしね、言ってみればすごくつまんない人間なんですよ。でもこのつまんない人間というふうな社会的評価でも私個人はものすごく充実していて、私の周りにいる家族をはじめ少人数のこのグループってなんですね、不満なく日々を穏やかに暮らさせてもらってるんですよ。そして速稼塾っていう、私は何よりも自分の世界を持ってます。私も速稼塾の一員として他の塾生さんと同じような立場でね、ものを考え、これからも歩んでいきたいなと思っております。では今回の放送は以上です。